皆さんこんにちは、2センチです。シミがある。本日はね、こちらのゲームを実況していこうと思います。っていうかさ、ちょっと聞いて、今日でっていうか、この動画で私8本目なんよ、実況撮るの。めっちゃあのね、ストックめちゃくちゃ撮るんだよね、私1日に。でまあゆっくり編集していくっていうスタイルなんだよ。それでね、なんとか毎日投稿できてるんですけど、もう最後に撮る動画これ、最後にやるゲームこれ。BGM もないしさ、なんか怖いじゃん。明らかになんかホラーゲームっぽいじゃん。なんでこれ最後に選んじゃったんだろう。結構ね、マイクラとか撮って、他のゲームねめちゃくちゃ撮って、もうなんか精神的に疲れてるんよ、肉体的にもね。すごいもう喉もねガスガスだし。すげえ疲れてんのに、なんでこのゲーム選んじゃったんだろう最後に。でもちょっとさ、楽しそうじゃん、面白そうじゃん。だからもう遊んでいくね、早速。シミがある、シミがあるね、シミがあるっていうシミがあるね。なんか右上にスキップボタンある。うわー、何。ある日ふと壁を見ると黒いシミが浮かび上がっているのに気がついた。確かにこのアパートは古いけど、いきなりシミができたりすることなんてあるんだろうか。そのままにしておくのも嫌だし、シミ消しに使えそうな道具を探してこよう。簡単に消せるだろう、そう思っていたあの時までは。うおー、これ絶対面白い。なんかシミがどんどん成長していくんだろうな。めっちゃ、いや面白いでしょこれ。え、なんか BGM ないのつらい。なんか、陽気な BGM でもかけとこうかな。編集で。あなたはこのシミが消せるか?はい。わ、そんな感じなんだ。部屋の壁に突然できた気味の悪いシミ。タップでシミを消す道具を探しに行く。なんか面白そうじゃん。消しゴムで。消しゴム無理じゃない?画面をなぞると道具を集めることができる。タップで部屋に戻る。ペンキをタップすると一気に塗りつぶせる。便利。タップで集めた道具を使う長押しで連続使用も可能。はいはい。ゲームが進行すると道具を大量に入手できる大掃除の時コクが開始されることがある。大掃除のコクはシェアをすると始まることも。結末は3つ。3つ?その全てを見た時あなたは、あ、これ死ぬね。胎児のようにも見えるシミ。壁にシミがあるのは嫌なので消すことにする。記憶。進化 8%。 うわー、あー、へそのっぽいね。なんかさ、これシミとか、なんだろう、木のさ、木のこう木目、なんだろう、あのあるじゃん、あれ顔に見えたりさ、目に見えたりしない？木の木目、なんか旅館とかで天井見てたっけ。なんかあれ顔に見える、目に見えるとかさ、一度思い始めたらもうそれにしか見えないんだよね。うわー、探してくるか。わ、消しゴム収穫できた。19個。あ、20個も収穫できたよ。8秒以内にシェアで。お、あー、そうなの。あ、シェアってどっからすんの。シェアってどっからすんの。ちょっとシェアしてみるか。で、友達にシェアしました。友達に突然、嫌だろうな、この変な LINE 届いてんの。嫌だろうな、シミやろうぜって。友達から早く LINE 来ねえかな。これな、何どうやってやんの。あ、ペンキ使っちゃった。ペンキ使っちゃった。あ、これか。あ、なるほどね。長押しで自動的に消してくれるわ。じゃあペンキもったいなかったね。うわ、できた。うわ、 BGM なかったに突然。ナンバー2、なんとなく人型のシミ。これ人型だよ、なんとなくじゃなくて、これ人だよこれ。あ、進化直後の今だけシェアする。あ、ツイッター友達いないんだよな。まあ、シェアするか。リアー化で投稿しました。なんかこういうシェアとか結構あるじゃん、シェアしてなんかフィーバー起こるみたいな、こういうゲームありがちじゃん。それ用のアカウント作った方がいいかもな。リアー化にさ、リアー化で突然なんかこの人型のシミの画像をツイートする、怖すぎるでしょ。以前より広がったシミ、消しているはずのになぜか大きくなっている。ほんとだ、でっかくなってるとか人型なんだよ。怖っ。これ買い物って何。うわ、課金要素あんだ。物置の鍵仕様で、あー、そういうことね。15個で1400円。結構高いね。まあ消しゴムなんかめちゃくちゃあるから消していくか。全然消えねえ。てかシミって消しゴムで消えるもんなの。
あ、もうちょっともうちょっと来た。何になる。うわ、女の子になってる。子供のようなシミ。あ、もういいよ。もうシェアしたくないわ。大きくなるだけでなく形まで変わってきた。小さな子供のように見える。もう引っ越せこれ。これ引っ越してほしいんだけど、ちょっと探して。あのちょくちょくね、消しゴムゲットしなきゃいけないね。あ、でもどんどん順調に消えてきてんじゃん。よし、もうちょっともうちょっと来た。さあ何になる。うわうわ、なんかこっち見てる。え、成長してる。やばい、私このシミと一緒に生活してるかもしんない。この子と一緒に成長をしてるかもね、自分自身も。大人の女性のようなシミ。ますます広がったシミは自分の背丈ほどの大きさになった。後ろ向きになった人影のようだ。怖っ。何これ、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 消しゴム、消しゴムじゃないわ。疲れてるわ、もう。これ見て、消しゴムは疲れすぎだろ。歯ブラシか。あー、すごい、歯ブラシになってる。で、歯ブラシになったからって、まあ別にそんな変わんないね。わ、全然足りねえわ。終わっちゃった。もうないわ。あとちょっとで消えそうなんだけど、もうないわ。で、私はさ、もう胎児から子供になった時点で引っ越すけどね、こんなところ。すごいね。てかさ、物置ここさ、怖すぎない？え、物置開けたっけさ、中に歯ブラシいっぱいあるんでしょ。てかこの人型怖いね。これ主人公なんだけど、めっちゃ怖いな。とにかくね、もう終わっちゃいました。ペンキ使ってみる。あ、すごい、もう一回使うか。あ、何と、え、な、広告リールム。 あともうちょっとなんだけど、ちょっとなくなったんで、もうちょっと、ま、もうちょっと待つかね。たまに回収して。やったー、来たー。あー、長かった。大人の女性のようなシミ。ちょっとさ、大掃除やっちゃうか。後ろを向いていた影がいつまにかこちらを向いている。顔は見えないが。あー、ほんとだ、ちょっと振り向きそうで振り向かない。足りねー、歯ブラシ足りねー。で、あれからね、一生懸命集めてたんですけど、悲しいことにね、見てください、左下。こんなにさ、左側余白部分あるのに、999本しか最高集められないんですよ、掃除道具。私ね、もうマジ1万ぐらい貯めて、一気にストーリー進めてやろうと思ってたんですけど、まさかの999までしか。もう、そしてね、まぁ、ちょっとギリギリまで、なんかこう、綺麗にしては貯めてってやってたらさ、ちょっと間違って一回進化させちゃって、今絵柄変わっちゃったんですよ。うん、ごめんね、ほんと。記憶、そう、首のない人型のシミっていうのをちょっとやっちゃって、前回大人の女性のようなシミみたいな、うん、ここまで行ったんだけど、間違って進化させちゃったの、ごめんね。擦り続けていたら首から上だけが消えた。そこは擦った覚えがないのに、擦れ擦れ、全部擦ったんじゃないのかよ。そこは擦った覚えがなかったんだ。じゃあ、あと1回でね、進化するので、ちょっとやってみましょう。来ましたね。これどこまで、うわ、怖っ。いや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 、これ引っ越すとこ、引っ越すでしょ、こんなの。みんなレベルなんで引っ越す？私はもうレベル2ぐらいで引っ越すよ。だって胎児から人になってるからね。大きな顔のようなシミ。掃除のコクはいらない。シミは急速にその姿を変えた。大きな顔のように見えるシミが壁一面に広がっている。いや、こんなの寝れないでしょ。マジックリンになってる。これはちょっとトラウマなんだけど、マジで。じゃあちょっと綺麗にしていくね。よし、あと10。左上見てください、790。怖い怖い怖い、早く。これ何になる次。もう怖いのやめて。うわ、これ大きな目。あ、ちょっと大掃除やろうか。なんかさ、リアーカでさ、ツイッターでこうシェアするじゃん。あの今目ん玉から血出たさ画像と一緒にシェアされてんの、怖すぎない？友達なくすかもしれない。巨大な目が何かを訴えたそうにこっちを見ている。消せるのか不安になってきた。違う、主人公頭おかしすぎない？消せるのか不安になってきたじゃねえんだよ。頭おかしいだろ、主人公。マジかよ、こいつ。だってさ、もう黒だけじゃなくなってるもんな。あー、もうまた、じゃあ綺麗にしてくね。これ足りるかな、マジックリン。
よし、なんとか足りました。次どうなる？うわ怖え。なに、なに、文字書いてる。え、壁一面の文字。あー、ちょっと大掃除やります。またまたシェアするね。これシェアすんだよ、これ。嫌すぎんだろ。シミが無数の文字へと形を変えた。明らかにただごとではないので、何か対策を考えなくては。明らかにただごとではないのはもうレベル2で分かってただろう。胎児から人の形になった時点でもうただごとではなかったじゃん。対策ってなんだよ、バカなのかこいつ。なんかさ、突然さ、お掃除の告始まってさ、閉じちゃった。やってたんだよね。なんか買い物してないんだけど、なんか買い物、なんか一個持ってたっぽくてさ、物置の鍵。なんか今大掃除できたんだけど、なんかわかんないけど、襖から誰かの覗いてなかった今。ね、誰かいたよね今。もうなんだよ、普通にホラーゲームじゃん、やめてよ本当に。物置の鍵いつゲットしてたんだよ私、課金してないからね。いや、大掃除のコクやってくれたおかげでなんとか足りましたね。背後に何者かの気配を感じる。待って、いつもと違うぞ。あー、これさー、分岐あんのかよ。分岐か、分岐か。無視してシミを消す。上からやっていきたいと思います。まあリアルな私だったら、目を閉じてやり過ごすかもしれん。うん、でもまあ無視してシミを消す。お、何？お、なんだ？あー、消しきれないシミか。あー、大掃除ちょっとやっていい？ねえ、なんかさ、待って待って。なんか色彩変わってんだけど、なんだよこれ。なんかこっからストーリー変わるんだろうね。あれ完全にあれ分岐だったよね。もうセーブしたいんだけど。ねえ、あそこでセーブしたいもん。だってまた初めからってことでしょ、エンド回収するのに。辛くないそれ、マジかよ。頑張ったおかげかシミが薄れてきた。もう少しだ、消してしまえば全てが終わる。いや、終わんないと思うけどね絶対。うん、絶対終わんないよ。1200。あー、いやでも今ので結構進んだなストーリー、うん、はい、ここまでやってきました。あと1回でね進化します。早速やっていきましょう。結構時間かかる。あ、終わった。シミを消し始めて数日、ようやく元の状態に戻ってきた。思えば不思議なことばかりだった。消しているのに大きくなったり、人の顔のように見えたこともある。でもきっと怖いと思っていたから余計にそう見えたのだろう。あとは中心部分を残すのみだ。そう思ったあなたが道具を探して戻ってきた時、壁を見るとそこには最初に現れたと同じ形のシミが…てんてんてん。あー、胎児のシミに戻ってる。赤ちゃんのへその緒が残ってる。このシミを完全に消すことはできるのだろうか。うわ、こんなはずじゃなかったのに次こそ消してみせる、お前。すごいな、前向きだな。次こそ消すぞってなってる。あ、これで元に戻った感じですね。なるほど。じゃあまた同じように消してって、あの三択、うん、三択に戻るまで、あのちょっとまた消していきたいと思います。頑張ります。はい、なんとかね、ここの壁のシミまでクリアしました。じゃあ、一回やって、背後に何者かの気配を感じる。前回これでね、あ、すごい、優しい、わかりやすい。完了の両の字ついてるわ。一番上選択して、まあ、結局、なんかね、まあ、シミが胎児に戻っちゃったみたいな、うん、それでも僕は、シミを消し続けるぞっていう、イカれたエンドだったんですけど、次、恐る恐る振り向いてみようと思います。これ絶対エンド変わるね。どうなんだろう、何になる。あー、手形。うわ、すっげー。一番上はさ、なんかシミ消えたんだよね。まあ完全に消えはしなかったんだけど、うわー、ナンバー11、一面手形で埋め尽くされている。あー、大掃除はいいや。999あるんでね。部屋は、待って待って待って、すごい、畳とかも全部手形じゃん。部屋は一瞬にして手形で埋め尽くされていた。もう手段は選んでいられない。いや、手段は選んでいられないってなんだよ。いや、もうとにかく綺麗にするよ。いや、もうそこだけじゃないって。あ、ちょっと待って、すごい、これになってる。なんだっけこれ、あのすっごい強力なやつ。水圧のやつでしょこれ。ちょ、大掃除はいいや。うん、とにかく今もね、まだ900個あるので、
っと綺麗にしていきたいと思います。エンドを見ましょう。うわー、覗いてる誰か。あ、来た、あ、来た来た。シミを消し始めて数日、一向に減ることのない手形のシミ。さすがに弱気になっていると、あの壁から霊気が漂ってきた。見ない方がいい。そう思いつつも恐る恐る壁の方を見ると何やら得体の知らない影が壁から出てこようとしている。早く逃げないと。気は焦るのに金縛りで体が動かない。そうして相手の影はあなたに近づいてくる。あと数センチまで迫ったところであなたの意識は途絶えた。これバッドエンドだね。何これ。あ、これが迫ってきただの。あ、壁から出てきてるってことか。消しても消しても、でまた浮かび上がってきたんだね。これさ、また1回タップすると、あ、4だ。それでも4なんだ。あ、まあせっかくならこのペンキ使うか。この今のエンドめっちゃ怖くなかった？え、怖かったよね、普通にみんな。じゃあ本当に一番最後のまたエンドを見ていくので、またちょっと1日後ですねなんか1日、うん、1日1本撮ってんなこの動画前回ね、エンドを迎えてから数日経ちました。あの後結構あっさり、このね、お掃除道具は集まったんですけど、取らなかっただけですじゃあ最後のエンド見ていきましょう。背後に何者かの気配を感じる。目を閉じてやり過ごす。まあリアルの私だったらこれか、目を細めながら窓から飛び出る。まあここが2階だったとしたら、ベランダから隣の部屋に、すいませんって、いや行かないわ、ごめん、できないわそんなこと。さあどうなるかな。え、なにこれ。え、まがまがしいシミ、進化 100%、 やった。え、気持ち悪い。なんか髪の毛みたいに見えるけどね。目を開くと様子が一変していた。それは壁のシミというよりかは、まがまがしさの塊だった。なんかまがまがしい真っ黒クロスケみたいなね。え、なんかお祓いになってるお祓いじゃ、お祓いじゃ。もうだってそういうレベルじゃないもんね。あ、大掃除のねやつはやんなくても、まあ間に合うと思います。あと800個もあるからね、大丈夫だと思いますあ、え、いや見て、みんなテレビやばくない？なんか手形みたいのついてる。あとさ、私過去のっていうか、まあ初めの方の動画もうなんか編集してたんだよね。そしたっけさ、この窓あるじゃん、あのテレビの上に映ってる窓、ここにたまに人映ってたよね。私全然気づかなかった。編集してさ、え、人映ってんだけどって、人影いるんだけどみたいな。そこで、あ、人影っていうのはポケモンじゃないよ、わかるかそこでさ気づいたんだよね。なんかたまにさ、もうあのこの押し入れからなんかでっけえ顔覗き込んでたのは知ってたけど、お、あ、嘘、もう立ってた、早っ話してたら、シミを消し始めて数日が経った。シミが薄くなってきたことに安堵した瞬間、何者かに腕をつかまれ、壁に思いっきり引き寄せられる衝撃で気を失ってしまったらしい。しばらくして目が覚めたが、体が動かないことに気がついた。いつもと違う位置から見る部屋、目の前に立つ人影、まさか壁のシミになってしまった。あんた目の前にそっくりしてマウントシミが立っていた。ごめん、最後言えなかったあー、これ主人公？目の前にいるの。なんか続いてる。シミが消えて数日、突然玄関の呼び鈴が鳴る。そこには一人の女性が立っていた。何でも彼女は呪いで部屋のシミにされていたらしい。彼女を呪いから解放したのだ。普通ならありえないことだが、シミを消した姿なら信じられる。そして奇妙な縁で知り合った彼女との付き合いが始まり、いつの間にか幸せな家庭を築いていた。新居に引っ越したあなたたちはふと部屋の壁を見る。そこには見覚えのあるシミが。つまり、あ、また最初、これ待って、新居ここ新居ここ、え、つまりあれだよね。ごめん、急いで読んだからまあ分かんなかったけど、その壁に引き込まれて壁になったんだよ主人公は。そしたっけ、目の前に人が立ってたんでしょ。でなんか自分がシミになってたけど、なんかその代わり、この胎児のシミが、これ実は女性で、なんかその女性もこの壁に引き込まれた、うん、一般人聖者で、なんかその人を助けられたんだよね結局は、よくわかんないけど。でその人とまあ縁があって、まあシミ仲間でねシミ同士不思議な縁があって、まあ
ね、結婚したけど新居に引っ越したらまたこのシミがあってみたいな。ということはさ、このシミはまたなんかね、ここにもっと住んでた住人がさ引き込まれちゃってめっちゃシェアしてく、めっちゃシェア進めてくんじゃん。なんかシミになっちゃったのかもしんないよね。だから元住人かもしれないじゃん。閉じ込められてるかもしんないよね、壁に。そういうことなんじゃないの。うん、ちょっとごめん難しいけど、まあでもそういうことだと思うわ。うわすごい。これがこの女性がその壁に閉じ込められてた女性なんでしょ本当かな。本当にその女性はさ幽霊とかじゃないのかな。怖いよね。いや怖いわ。これ最後のエンドですね。これ何があったんだ。最後お祓いだったもんね普通に洗浄機とかじゃもうどうしようもなんないって分かったんだろうな。まあそれ以前に私だったらもうすぐ引っ越すけどね。もうありえないよ。この胎児の時点では別にさ、なんともね、なんかちょっと気味悪いなとは思うけど、まあ気にしないとこうって、この上にカレンダーとか貼ったりしてね気にしないとこうって思うけど、やっぱり人型になったらさすがにねゾッとするよね。ということで全てのエンドをね回収することが無事にできました。いやよかった。なんだろう、まあ最後はハッピーエンドでもないけどね、まさかの縁っていう、感じだったね。ちゃんとストーリー性あってすごい面白かったです結局なんか5日ぐらいかかったんだけど全エンド回収するまでに楽しむことができました。皆さんもねよかったら、なんだろう、時間つぶしには絶対ちょうどいいぐらいのゲームだと思います。よかったらやってみてください。じゃあこの動画がよかったらね、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。さよグッバイ、じゃあね。